いよいよ明日開園するジブリパーク映画のワンシーンを再現した展示など期待が高まりますが今日、そのジブリパークではジブリパーク、いよいよ明日に迫った開園に先立ち今日はこのジブリの大倉庫内でオープニングセレモニーが行われます。どううぞ開開を祝うセレモニーが開かれ 愛知県の大村知事やスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーそして企画責任者を務めた宮崎五郎監督らが参加しました。5年5ヶ月でこれだけど えーえー、内容のもの、えー、ジブリの作品がぎゅっとこう濃縮に詰まったものがです、ねえー、これだけ精緻にクオリ、これだけクオリティ高くできたというのは、私はもうある意味、奇跡に近いとこういうような場所で、いろいろ話す機会に、僕は何回もいろいろ経験してきたんですけれど、今回、もしかしたら特別かもしれません、どうしてかっていうと、昨夜ですけれど、あんまりよく眠れなかったんですよ、だからまあ、これ、映画の時とちょっと違うのかなって。 特別な思いいをを抱いて今日を迎えた鈴木敏夫プロデューサーサジブリパークを巡る宮崎駿さんとの秘話を明かしてくれました秘密裏に宮崎駿と僕がこのパークを訪ねましてそしたら宮崎駿がですね痛く喜びまして「子どもの国」っていうのがありますよね。 あそこを見て宮崎がびっくりしたんですよ面白いっつって俺には思いつかない面白さがここにはあるっつって相手がたとえ息子であってもねライバル視する人なんですよだから人の作ったものは絶対褒めないこれが彼の大きな特徴なんですけれどまあ簡単に言うと褒めた。